フレッド・カップルスはアメリカ・アシントン州シアトル出身のプロゴルファー。1992年のマスターズトーナメント優勝者である。これまでにアメリカ PGA ツアーで通算15勝、国際試合で5勝を挙げている。フルゲームはフレデリック・スティーブン・カップルズという。カップルスは父親の手ほどきでゴルフを始め、1980年にプロ入りした。 ヒューストン大学を卒業し、1981年からアメリカ PGA ツアーのメンバーになる。1983年6月にケンパーオープンでツアー初優勝を果たした時は5人の選手によるプレイオフを制した。1984年にプレイヤーズ選手権で初優勝を果たし、初のビッグタイトルを獲得する。1989年カップルスは アメリカ代表チームとヨーロッパ選抜チームによる団体戦ライダーカップのアメリカ代表選手に初選出された。32歳にして彼のゴルフ経歴のハイライトとなった1992年、カップルスは3月の試合で2勝を挙げ、日産オープンとネッスル招待選手権で優勝した。ネッスル選手権の優勝でカップルスは初めて世界ランキング1位になる。4月の 第56回マスターズでもカップルスは好調差を持続し4日間通算13アンダーパーで周り2位のレイモンド・フロイドに2打差をつけて初優勝したこうしてカップルスはゴルフ経歴の自己最高成績となる年間3勝を記録したが4ヶ月後に世界1位のポジションをニック・ファルドに明け渡したマスターズ優勝の年彼は アメリカツアーの年間賞金王になった。その後、カップルスは1996年のプレイヤーズ選手権で12年ぶり2度目の優勝を果たすが、1998年のボブホープクラシックとメモリアルトーナメントで2勝を挙げた後、5年間ツアーの優勝から見放された。各年開催のライダーカップにも、 1989年から1997年まで5回連続出場し、アメリカチームの盛り上げ役のような存在であったが、1999年にライダーハイのメンバーからも外れてしまう。その間、彼の私生活にもいろいろな波風が訪れた。ようやく2003年4月末、カップルスはシェルヒューストンオープンで5年ぶりとなるツアー15勝目を獲得した。 ありがとうございます。